口開けてください。口元美容香りです。37歳男性、歯医者に縁がなかったよね。お仕事忙しいらしいわ。やっぱりその時間がいつ終わるか分かれへん、予約してもなかなか行かれへんねーとかっていう現場のお仕事の人、ほんまに歯医者行く時間ないみたいやね。こんなことになってしまった。ちょこちょこたまに行く歯医者ではなかなか網羅できへんくって、予防もそんなに取り入れきれてなかったみたいやね。ほんで継ぎはぎの歯ができてしまってたのよね。詰めてもまたその隙間からなんか茶色くなってきて、あ、また虫歯進んでるやん、この状況ではあかんやん、歯の両側からも前からも、あー継ぎはぎみたいになってしまってるから、綺麗にかぶせにしようと思って今回は仮の歯で帰っていただきました。やっぱり仮歯ってどうしても色を合わせることができへんからね、あ、仮歯です私みたいに主張してしまうねんけど、まあ、継ぎはぎの歯をきれいにする途中やからプロセスちょっと我慢してな。閉めたら麻酔していきますね。はい、うん、飲んでください。麻酔しようか、うん、クリックしてくださいね。一番だったら一番に頼ってね、うん、そう、うん、ごめん、今大丈夫さ、手前も穴開いてるけど後ろも穴開いてるやんか、うん、で、ま、前の正面もなんか黄色になってるやんか、うん、もう皮伏せにした方がええかなと思うねんけど、噛んでください。カチカチ噛んでギリギリしますかね。はい、ください。噛んでください。噛んでください。噛みにくくないですね。ありがとうございます。噛んでください。また仮歯なんですけどね、今日はね。
はい、カリバがちょっと白すぎて白浮きしてるような感じだったけど、まあもともと黒く茶色多くなってしまってたから、それよりはちょっとマシやったんかな。絶対綺麗に全部するからね。皆さんも前歯見えるところどんな感じなんか、自分の歯は胸に鏡を見てチェックしてください。歯磨く時もな、鏡持って磨いてや。だってな、髭剃る時どう、鏡見るやんか、剃り残しないようにそれ鏡見るやん。歯も磨き残しないように綺麗に鏡見ながら磨いてや。根元までチャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。